さあ始まりました J リーグお決まりチャンネル。今回は私しおる一人でやっていきます。よろしくお願いします。さて今回は名古屋グランパス2023シーズン補強診断ということで、新体制発表会が終わり2023シーズンがスタートした名古屋グランパス、早くもチームは沖縄キャンプを始めており、この冬の移籍も一段落したと考えていいでしょう。そんなグランパスの移籍情報を確認し、2023シーズンのグランパスがどうなのかを考えていきたいと思います。まずはゴールキーパー、渋谷が甲府に移籍し、ユース上がりの三井がレンタルバック、ランゲラック、武田と安定している中で、若い東と三井がその二人を脅かすべく研鑽を積むといった形になるかと思われます。次にディフェンス、宮原、吉田豊、チアゴ、吉田明が対談し、成瀬は昨シーズンに引き続きレンタルでの武者修行、その一方で広島から野上、高卒ルーキーとして業徳を獲得しました。宮原、吉田豊という昨シーズンも序盤まではスタメンで比較的長くグランパスに貢献してくれた2人のサイドバックの対談にはショックを受けた方も多いのではないでしょうか。グランパスとしてもこの人気も実力もある2人を手放したくなかったと思いますが、チームが昨シーズン途中から3バックに変更したことでポジションそのものがなくなってしまった影響で、その実力を十分に発揮させることができなくなってしまった2人を強く引き止めることもできず、出場機会を求めての移籍となったのかなと思います。今シーズンも3バックでやっていくというグランパス側の強い意識の表れでもあるのかなと考えられます。そんな3バックのピースとして広島でも3バックを経験している野上が加入してくれたことは、3バックを形成できる選手の数としても質としてもこの上ない補強と言えるのではないでしょうか。ディフェンスラインでビルドアップの能力が高いのも今のグランパスに少し欠けていた部分かなと思うので、いい選手が来てくれたなと思っています。年齢的にも丸山よりも若く、藤井、中谷よりも経験豊富とバランス的にもいいのかなと思います。次に中盤、こちらはセント、リョーシルバ、そしてレンタル加入していた長木がレンタル元へ戻り、レンタル移籍していた阿部がそのまま完全移籍となりチームを離れました。さらに相馬が海外移籍模索中となっています。リョーシルバに関しては昨シーズン大いに貢献してくれましたが、シーズン終盤には怪我の影響からか少々落としてしまっていました。年齢と年俸を考えて契約満了となってしまったのかなと思います。昨年1年でリョーシルバから多くを学んだであろう若手選手たちの成長にも期待できる、そういった功績も残していってくれたのではないかと感謝でいっぱいです。先頭に関しても1年での退団となってしまいました。昨シーズンの主力の一人として非常に多くの試合には出場していたのですが、こちらも3バックへの変更によって先頭の大きな武器である攻撃面が生きる場面が減ってしまったことが、先頭が退団してしまった大きな要因なのかなと感じています。 4-2-3-1 のトップ下で出場した試合や、マテウスが怪我で離脱していた期間の試合、相手に退場者が出て数的有利になったなど、攻め込んだ試合では先頭の非凡な攻撃センスで名古屋の攻撃の中心となっていただけに残念ではありますが、だからこそ先頭としてはタクラブでもっと掲げると考えての移籍なのかなと思います。先頭のプレーにワクワクしていただけに非常に残念ではありますが、名古屋戦以外での活躍を祈りたいと思います。長木は昨シーズンの途中からレンタル加入し、右サイドで森下と非常にいい関係を築き、プレスキッカーとしてもその力を発揮していただけに残ってくれないかなと個人的にも思っていましたが、レンタル移籍はそもそも帰っていくのが前提なので、こればかりは致し方がないのかなと思います。そして相馬については、まあ、ついにこの時が来たかといった感じです。むしろ遅かったくらいかもしれません。名古屋から世界に羽ばたく相馬を応援したいと思います。しかし調子が悪い時期がありながらも、リーグ戦全試合にほぼフル出場していた相馬が抜けるのはチームにとっては非常に大きな痛手となります。相馬に代わる選手が誰になるのか、どういった活躍を見せるのかは、今シーズンの名古屋の補強や戦術を含めたキーになるかなと思います。そんなキーになりそうな中盤の補強では、山田陸を完全で獲得し、米本がレンタルバック、内田を引き続きレンタル延長、さらに泉が4年ぶりに名古屋に帰ってきました。米本についてはもう説明不要でしょう。中盤で熱く戦ってくれる選手が帰ってきてくれました。山田陸は J2 甲府で昨シーズンほとんどの試合に 4-1-4-1 のアンカーや 3-6-1 のボランチとして出場し、敵陣パス数がリーグ4位の高いパス能力を誇る期待の若手です。名古屋の守備的中盤には稲垣、米本、長澤と実力者揃いですが、耐久能力よりも守備能力が高い選手が多いので、チームにいいアクセントになってくれるのではないかなと期待したいと思います。そして泉、名古屋在籍時には複数ポジションをこなすユーティリティ性が重宝されていました。鹿島では主に左サイドハーフやボランチとして出場し、特に昨シーズンは鹿島の縦に速いサッカーの中で攻撃にためを作るアクセントになり、怖さを生み出していました。そんな泉が4年ぶりに背番号7を背負う覚悟とともに帰ってきました。ウィングバックで出場するのか、攻撃的中盤で出場するのか分かりませんが、泉の技術力と攻撃センスが十分に発揮されると期待です。最後にフォワード、こちらは柿谷が電撃的に徳島に移籍していきました。2021年シーズンの年間ベストゴールをはじめ非常に華のある選手ですが、
特に昨シーズンはコンディションが上がってきたかなといったタイミングで離脱を繰り返し、なかなか本調子でプレーできなかったのが非常に残念でした。徳島で柿谷、杉森、児玉の3人が揃うのは名古屋ファンとしては激アツなのではないでしょうか。今シーズンの徳島の試合にはさらに注目ですね。そんなフォワード陣にはレンタルバックのターレスと、コンオフの J リーグ全体を見ても目玉の移籍といえるキャスパーユンカーの期限付き移籍での加入がありました。ターレスについては昇格プレーオフを勝ち進んだ熊本の試合をターレス目当てで見ていた名古屋ファンの方も多いのではないかなと思います。縦への推進力が非常に高いサイドアタッカーでジョーカー的な役割を担っていました。気水のウィングタイプの選手でウィングバックができるか少し怪しい気もしますが、その突破力は前線でもサイドでも名古屋の新しい武器になってくれると期待できると思います。そしてキャスパーユンカー、本人の希望もありキャスパーと呼ばせていただきます。キャスパーはその決定力が浦和ですでに証明されているスーパーなフォワードです。サイズもありますがロングボールの起点になるポストプレイヤータイプの選手ではなく、スピードがあって裏抜けで得点を量産することができる選手です。ロングカウンターで少ない人数で攻撃を完結させることができる能力があるので、名古屋が押し込まれて低い位置で奪った時にでも攻撃で得点を奪う可能性が出てくるのかなと思います。キャスパーは長井のように激しいプレスをするタイプではないので、名古屋の前線には守備が求められるのでその点が不安視されていますが、キャスパーは正しいポジションに立ちパスコースを制限する守備は十分にこなせる印象があるため、そこまで心配でもないのかなと感じています。また怪我が多く稼働率が悪い点も懸念点ではありますが、例えばシーズンの半分ぐらいしか試合に出られなかったとしても10得点ぐらいは期待できるのではないかなと、それぐらいの選手だと思っています。キャスパーのおかげで単純に一部の得点が10点増えれば、昨シーズン引き分けの多かった名古屋の勝ち点もそれに応じて増えてくれるのではないかなと期待できると思っています。キャスパーには10点と言わずシーズン通して活躍してもらって20点以上得点王を狙う活躍を期待したいなと思います。最後に名古屋の2023冬の補強全体を通した僕の感想と評価ですが、点数をつけるなら75点ぐらいですかね。個人的にはかなりいい補強ができたのではないかなと思っています。昨シーズンからの重要課題である得点力を解消できるフォワードと3バックにしたことによって枚数的にも手薄になったセンターバックに最適解に近い形で主力級の野上とユンカーを加えることができたことは非常に良かったと思います。特にキャスパーの加入はそれだけで本当の移籍の評価を2段階ぐらい上げてもいいのかなと思っています。残念ながらチームを離れてしまった選手も実力は十分にあるものの、現在のフォーメーションサッカーにマッチできていなかった選手が多く、戦力ダウンは最小限に抑えられたのかなと思います。中盤も主力級選手が抜けましたが、泉、山田陸、米本とこちらも主力級の選手を加えることができました。一方で昨シーズンから懸念であるウィングバックの選手層を厚くすることはできていないのかなと思います。試合中の運動量も多いポジションなので交代やターンオーバー、怪我のリスクを考えてもう数人欲しかったなと個人的には思っています。内田や泉にもできるポジションではありますが、相馬や森下とはタイプが異なり、中央で連携で崩していくタイプの選手ですし、今のサッカーに求められている縦の推進力を持ったウィングバック像とは異なるのかなと思います。特に左は相馬が移籍の可能性が高いので1人ぐらいは加えたいところだったのかなと思っていますが、相馬の移籍が確定していないので動きにくかった部分もあるのかなと思います。少し難しくなりますが、ここからさらにウィングバックの補強もあるかもしれません。多くの J チームが新シーズンをスタートさせているので、国内からの獲得は移籍金を支払っての獲得になり、現状難しいのかなと思いますが、昨シーズンの内田のように国内からのレンタルでの獲得であったり、外国籍選手の獲得はまた模索できるのかなと思います。サプライズ移籍に期待したいなと思います。ということで今回は名古屋グランパス2023シーズンの補強を見ていきました。ユニの売り上げ1位2位が新加入のユンカーと泉なのがみんなの期待の表れかなと思います。既存戦力のレベルアップも、例えば昨シーズン藤井がメキメキと実力をつけチームのトップチョイスになってくれたように、また違った意味でチームの力を上げてくれるものになるので、そちらにも大きく期待したいと思います。開幕までもう残り1ヶ月となりました。みんなで一緒に楽しんでいければと思っています。この動画いいなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。またこのチャンネルではガンバ大阪横浜 F マリノスの動画もアップしています。そちらもぜひぜひご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。